教員養成セミナー6月号パワーアップノート教育放棄の講義を始めます講師の植竹です。 で3つ目の動画では身分上の義務について扱いますで1つ目の動画を見ていただいた方はまあお分かりかと思いますがこののの身分上の義務というのがまあ全部で,5つ,ありますで5つあるんですがまあその全てが同じように採用試験に出題されるというわけではないのでその5つのうちまあ時間の関係もあって2つの重要なまあ条文というのをここでは取り上げたいと思います。 でまず一つ目が身分上の義務の中の秘密を守る義務ですでものによっては守秘義務というふうに、まあ、守るに秘密の日で守秘義務というふうに表記されていることもあるかと思います。で職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないその職を退いた後もまた同様とすると。 でもちろん「漏らしてよい」っていう条文はありえないので問題は公団のところですでこの「秘密を守る義務」というのは身分上の義務に含ままれていますで身分上の義務というのは勤務時間勤務場所にかかわらず公務員としての身分を有する限り課される義務なので公務員ではなくなったらその義務は本来課されないんですね。ですが <laughs> この秘密を守る義務に関してはその職を退いた後もまた同様とするというふうに言っていますつまり辞めた後も課されているという点で他の身分上の義務とは、まあ、少し異なった位置にありますで、採用試験の選択肢の場合にはまあ、特にこの講談を変えてくると、ただしその職を退いた後はこの限りでない とかまあ、例えばあ児童・生徒の個人情報に関するもの以外はこの限りでないというふうに。でその職を退いた後もまあまあただしその職を退いた後はこの限りでないんだとするとどうしてもばらしたい秘密があるから辞めるっていうことができてしまうんですね。つまり採用試験を受ける人たちはおそらくこう数十年やった後、えーまあとで辞めるというふうなあの。 ライフプランを、まあ、描いていると思うので、この。その職を退くというのが遠い昔のよう、あ、遠い昔がはるか、はい、はるか未来と。いうような、あの、感覚あるかもしれませんが、辞めるのは、まあ、実はいつでも辞められるんですね。なので、そういったことを考えると、その職を退いた後はこの限りでない。 だとこの規定の意味がなくなってしまうんですねなのでこの秘密を守る義務というのは身分上の義務の一つではあるんだけれどやめても課されているつまり職務上知り得た秘密については墓場まで持って行ってねというふうにまあ言っていますで唯一漏らして良い場合というのがありますそれが第2項です第2項法令による承認鑑定人等となり でこれだとちょっとわかりづらいと思いますが例えば裁判で証言をするとか検察の取り調べを受けるというような場合には職務上の秘密に属する事項を発表することができますつまり例外がある特例があるということです特例がある例外があるということはあたかも特例例外が存在しないかのような選択肢を作ってくるという作り方ですもう一つはその手続きです 自分の判断で発表していいわけではなくて任命権者の許可を受けなけなななればならないとでここは手続き関係ですので、まあ、5月号の動画を見ていただいた方はそのお話しているわけですが誰がそれを決めるか誰がそれを認めるかというような手続き関係はいろんな言葉を変えてきます。でこの任命権者 というふうふになっているんですが選択肢としてまあ最も多いのはおそらく校長というのがまあ多いかと思いますもしくはまあ上司でここ、まあ、校長とか上司というのはまあ生身の人間なので実はこの先ほども説明したようにこの秘密を守るる義務は死ぬまでで課されているわけですそうすると校長は自分が校長した時の教員が全員死ぬまで死ねないっていうことになっちゃうんですね。 それはまあ人間ありえないのでここは校長であるとか上司のような生身の人間ではまあ土台無理があるということでここはまあ問題の作りどころは第一項の講談そして手続き関係例外があると例外があるのにないかのような選択肢にしてくるということです。でもう一つ注意が必要なのは <coughs> 政治的行為の制限ですで、政治的行為の制限に関してはちょっと条文長いのでどういった行為ができないのかということですこのまず政治的行為の制限は禁止ではなくて制限されています禁止というのは全部ダメだよそれに対して制限というのはできないものとできるものがあるよというのをまあ制限というふうに呼ぶわけですが 次に掲げる政治的行為をしてはならないしていい政治的行為としちゃいけない政治的行為があるじゃあ何ができないのかということをここでちょっと確認しておきたいと思います。で、えー、全部でまあ5号まであるんですがここではちょっとスペースの関係で3号まで上げてあります。公の選挙または投票において投票をするようにまたはしないように勧誘運動をすること。 署名運動を企画しまたは主催する等これに積極的に関与することそして第3号寄付金その他の金品の募集に関与することという3つが挙げられています。つまりここでで運動であるとか企画主催募集となっているように 投票するはいい署名をするはいい寄付をするはいいだけど、えー、誰々に投票してよというふうに他人に働きかけること署名を集めるというふうに他人に働きかけること寄付を集めるというふうに他人に働きかけることというのがここで「できない政治的行為」というふうに挙げられています。 でこれは自分の意思でするのはいいけど他人に対して働きかけちゃいけないよというふうにまあなっているというのはこの他人に働きかけてそれがその人の期待を裏切ってしまったという場合にここ,まあちょっとこ,こでは動画では説明をしていませんが信用失墜行為というえ例えば学校の先生がいいって言ってた候補者だから投票したのにろくなもんじゃないじゃないかと。 いう,ふうにその教員という職の信用に関わるという点で他人に働きかけるという行為ができないいい政治的行為という,ふうに挙げられていますでこれあくまで制限なのでできない政治的行為とできる政治的行為があると。でできないのは他人に対して働きかけることだと。 いいいうふうふに理解をしておいておいただければと思います。でこの政治的行為の制限政治的行為が禁止されているという選択肢はこれはもう定番の選択肢ですのであくまで政治的行為は禁止されているんではなくて制限されているじゃあ何ができないのかという順番で整理をしてておいいいいただければとううふうに思いますでは身分上の義務少し駆け足でしたが以上ということにいたします。